なの？村が消えた。赤い海。何を言ってるんですか、牧野さん。前田さんのところ、娘さんと見たんです。村の周囲は海に飲み込まれています。私たちだけが取り残されたんです。信じられない。まさか、そんなことが。あの奇妙なサイレンのような音も、あの海の向こうから聞こえてくるようでした。それに村人たちが海に向かっていくのも見ました。まるで海送りみたいだった。一体何が起きてるんですか。わからない、わからないんです。私も原子にしろ、赤く染まった水にしろ、こんなことが現実になるなんて。何をしたんですか。わからない。全部父と八尾さんの言う通りにやったはずなんです。八尾さん、行方がわかりません。カジロの家の人たちも身が消えてしまいました。やつらのようになってしまったのかもしれません。そんな、いや、まさか。なぜ私たちは無事で、なぜ彼らはああなってしまったのか、気がつきましたか。彼らは何度でも生き返ってくるんですよ。一体何が原因なんだ。これも神の見業なんでしょうか。あれが神の見業だとでも。あんな化け物になることがですか。わかりません。私には。27年前のあの日もこんな雨が降っていたんでしょうね。そう私も聞きました。あの時消えた人々はどこに行ってしまったのか。もしかすると私たちは。やめてください。そう考えるのが自然なんです。ここだってあの時消えたはずの建物なんですから。私は失敗なんてしてないんです。すいません。とにかく八尾さんと宮子様を探さなければ。宮子様が無事であれば儀式はやり直せるんですか。今日印を持った方です。今回の原子だってあの方のお印が何かの影響に。逃げたのかもしれませんよ。27年前と同じに。で、宮子様は神の花嫁ですからね。逃げ出したとしてもおかしくはない。それ以上は何も言わないでください。それはカジロの家が決めたことです。そうですね。私が口を挟めることじゃありませんね。カジロと教会は絶対ですから。宮田さん、さあ、それよりこれからどうするかですよ、牧野さん。とにかくもう一度儀式をやり直します。何もかもが手遅れになる前に何とかしなければ。ここがあの消えたはずの病院なら私には調べたいことがあるんです。何ですか。何のこと。いや、まだ何とも言えないですが、
牧野さんは牧野さんにしかできないことをしてください。さっきの彼女は大丈夫なんですか？そういえば、ほいです。どうしたの？雨、止みませんね。すごい雨だ。土砂崩れが怖いな。そうです。蛇の首のあたりは特に地盤が危ないから。誰かいますか？
永遠の若さ。